常貞親王は、純奈天皇の第二王子。人名天皇の皇太子となったが、上和九年の上和の変により、皇太子を廃された。後に出家、大覚寺の諸祖となった。衣装は、帝子親王。法名は、久し関。純奈天皇と光合成しない親皇との間の、長男。イボアに、久しお親王の皇居後、純奈天皇の後継者と目された。 天朝十年、母方の叔父、父方ではいとこにあたる人明天皇の即位に際し、佐賀上皇の栄梁により立大使。上は五年死神殿において元服するが、天皇に配越する際に礼儀を備えており、死神殿を降りて廃布する様子もみやびやかで、麗しかったという。その後、淳な上皇や常貞神皇は、権力闘争に巻き込まれることを憂慮して、 たびたび皇太子の辞退を申し入れたものの、佐賀上皇や人形天皇に移留されてしまう。しかし、上和9年、佐賀上皇の法御後間もなく発生した、上和の変により、皇太子を廃された。歌唱2年に3品に寄せられるが、間もなく出家して、久しさびと合した。新女新郎から感情を受け、佐賀大閣寺の少祖となった。仏堂に深く敬して、 常に精進自戒したという。元行八年、陽勢天皇が実質的に廃位されると、後位継承問題が生じ、その際に即位を要請されたがこれを拒絶している。己の最期を悟ると、衣服を清め仏前に公儀を備え、西方に向かって、結果不座の姿勢をとって入弱したと伝えられている。性格はゆったりとして優雅であり、姿形が美しかったという。 ありがとうございます。